暮らしに役立つ消費者トラブル対策講座、弁護士さんに聞いてみよう。高校生探偵コンビ、おとくにことみと小池恭一郎が、暮らしの中の消費生活トラブルについて専門家に話を聞きながら答えを導き出します。亡くなった母が冠婚葬祭ご紹介業者と契約していました。前から積み立てをしており、すでに月掛け金3000円を100回、合計30万円を払い込んでいました。しかしこの業者で葬儀をお願いすると、とても30万円では済まなかったので、別の業者にお願いし、積み立ては解約して30万円は返してほしいと連絡しました。ところが業者からは解約手数料を差し引くと言われ、25万円程度が返金されました。葬儀もしていないのに解約手数料だけで5万円というのは高すぎないでしょうか。葬儀もしていないのに解約手数料5万円なんて高いような気がするね。そうですね。先生、解約手数料として差し引かれた5万円は取り戻せませんか？冠婚葬祭ご助会業者が約款に基づいて解約手数料を計算している限り、原則としては取り戻せません。約款というのは、分かりやすく言えば契約内容として消費者と業者が合意した内容のことです。業者は合意した内容に従って解約手数料を計算していますから、原則としては有効となります。約款の内容が無効になる可能性はありませんか？解約手数料の金額が当該事業者に生ずべき平均的な損害を超えるものであれば、消費者契約法9条1号により平均的損害を超える部分については無効になります。平均的損害を超える超えないというのは難しくてよく分かりません。これは裁判所でも解釈が分かれる難しい概念です。具体的な事例で説明してみましょう。皆さんは消費者団体訴訟制度というものをご存知でしょうか。内閣総理大臣が認定した適格消費者団体が、事業者の不当な行為に対して不特定多数の消費者の利益を擁護するために差し止めを求めることができる制度です。冒頭の事例は適格消費者団体である京都消費者契約ネットワーク、略称 KCCN が裁判をした事例をもとにしています。 KCCN は互助会契約を解約しても事業者に損害は発生しないと主張しました。反対に事業者は、解約されれば平均して5万円以上の損害が発生すると主張しました。事業者は会員募集費、会員管理費、物的設備準備費、逸失利益が平均的な損害であり、約款に定める解約手数料はこれらを超えていないと主張しました。裁判所は、個別の契約の解約によって事業者に発生している損害といえるのは、集金費用や開始発行費など事業者の負担していた実費相当部分であるとしました。 KCCN の裁判によってどのような影響がありましたか？冠婚葬祭互助会の契約は、割賦販売法の前払い式特定取引に該当し、約款の規制もあり、また業界団体のモデル約款がありました。そこに解約料の具体的な金額は決められていませんでしたので、実際は問題解決が困難な状況にありました。この裁判によって、相手方事業者との関係では基本的に裁判基準での解決が可能になりました。この業者の新しい約款については、裁判の結果が反映され、高額な解約料の設定は改められています。ただ、先ほども申し上げた通り、平均的な損害という考え方は裁判所でも解釈が統一されていません。KCCN の裁判では事業者の損害とならないとされた被目についても、他の裁判では損害に当たるとされ、事業者の約款が正当化された裁判例もあります。暮らしの中の身近な消費生活トラブル、解決の糸口になりましたか？消費生活トラブルでお困りの際は、
局番なし188、泣き寝入りは嫌やにお電話ください。